皆さんこんにちは。瞑想中のチャンネル、赤俣影由でございます。今正面に見えているのはですね、JR 太田線の踏切ですね。太田線はですね、このぐらいの時間ですと1時間に1本か2本しか走っていませんので、多分2両編成ぐらいだと思うんですけどね、車両を見られるのはなかなか貴重な体験ですね。今回はですね、この後岐阜の山中を通ってとあるお店で豆腐料理を食べる予定でございます。ということで、しばらく車窓風景をご覧いただきたいと思います。ここはですね、桜街道とも呼ばれていると思うんですけども、今は季節でもないので桜の木があるのかどうかよくわからないですね。先ほどの道をしばらく直進した後にですね、今度は安土桃山街道に入りました。この道沿いにですね、以前にご紹介したうなぎ屋さんがあるんですけれども、今回の目的地である豆腐専門店もですね、この道沿いにあるんですよ。ようやく前方に見えてまいりました。道の左側です。こちら側から見ると円柱形に見えますけれども、あそこがですね、豆腐専門のお店なんですよ。こちらがそのお店、東の風の谷と書いて豆腐屋さんでございます。ここに来るお客さんはほとんどが車で来ると思うので、駐車スペースは結構広く確保されておりますね。この円筒形の建物の向こう側にですね、入り口があるんですよ。こちらが入り口になっておりますね。最高のお豆腐ありますと書いてありますね。お店の中はこんな感じです。結構広いんですけれども、人気店ということで満席でした。ということで15分ぐらい待ちました。店内で待っていたので暑くはなかったです。そうこうするうちにテーブルに案内されました。テーブル側から見たお店の感じはこんな感じで、多分あの大きなマシンはエスプレッソを作るマシンじゃないかなと思います。こちらがメニューです。これは厚揚げですね。そしてですね、さすが専門店ということで湯葉の料理も充実しております。こちらは豆腐ステーキですね。これも美味しそうなんですよね。これは湯葉の上に生ハムが乗っている料理ですね。これは朴葉焼き。味噌の味が好きな人にはこれも捨てがたいですね。いろいろあるので迷っております。ちなみにこの写真はですね、メインの料理で、これを注文すると冷ややっことか湯葉も出てきます。ということで、料理を注文しますとまずこういうものが出てまいります。左からこれが冷ややっこですね。そしてこちらが湯葉、そして卯の花、おからですね。この漬物もなかなか美味しかったです。そしてこちらが調味料。そして生湯葉はですね、なかなか珍しいので追加注文をしました。これを注文するとポン酢がついてきます。ということで、カメラをセットいたしましたので早速食べ始めたいと思います。ちなみにですね、これを食べ終わったぐらいのタイミングでメインの料理がやってまいります。まずはですね、調味料を少しずつ使っていきたいと思うんですけども、今のがですね、唐辛子入りのピリ辛の調味料です。そして塩もありました。どちらも豆腐と合いますね。ただ一番いいのはこのだし醤油ですかね。やっぱり醤油と豆腐の相性は抜群ですね。あの冷ややっこにはですね、多分豆乳だと思うんですけどね、ちょっとかかってましたね。そしてですね、冷ややっこも湯葉もですね、大豆の旨味というか、あのコクがですね、しっかり感じられるんですよ。なのでこれをおかずにご飯を食べたいんですけれども、ご飯はですね、この後やってくるんですよ。ちなみにこの漬物だと思うんですけどね、浅漬けなのかな、これもですね、味が濃すぎずすごく美味しかったです。豆腐自体には塩味がないので、いろいろな調味料で味変できるように工夫されてるんですけれども、まあ私はですね、醤油がやっぱり一番気に入りましたね。
もう醤油とこの豆腐だけでご飯一杯食べたいなっていう感じなんですけれども、多分これを食べ終わるまではご飯が出てこないというシステムになってるんじゃないかなと思います。最後に鵜の花なんですけれども、これはですね、調味料を使わなくてももともと味がついておりました。その味がですね、濃すぎず薄すぎずっていう感じでですね、絶妙なんですよ。これだけで完結している料理でしたね。もうこうなってくるとご飯が欲しくてたまらないという状況になっております。さあ、そしてやってまいりました、こちらが私が注文した厚揚げなんですけれども、上に乗っているのはですね、どこからどう見ても粒あんに見えるんですが、これがですね、お店特製の肉味噌なんですよ。一瞬ですね、小倉トーストかなって思っちゃうんですけども、上に乗っているのは肉味噌、下にあるのが厚揚げです。ちなみに厚揚げの味はですね、生姜醤油、おろしポン酢、肉味噌のどれかを選ぶっていうシステムになってるんですね。で、普段の私だったら生姜醤油を選ぶところなんですけれども、順番待ちをしている間にですね、このお店の持ち帰り商品販売コーナーにですね、お客さんがやってきて肉味噌をですね、2瓶買って帰ったんですよ。で、その時にですね、お店の人との会話で、これが美味しすぎてまた買いに来ましたっていうようなことを言ってたんですね。それが気になっちゃってですね、生姜醤油を注文しようと思ってたんですけども、肉味噌に変更したんですよ。さあ、この肉味噌どんな味がするんでしょうか、楽しみですね。そしてこちらがご飯、少なめに見えますがおかわりできます。そしてこちらはですね、味噌汁のようにも見えますけども、お吸い物でしたね。ではカメラをセットいたしましたので食べ始めたいと思います。まずこの厚揚げなんですけども、デフォルトでは2切れなんですね。ですけれども、ちょっとそれでは足りないかなと思って厚揚げを追加しております。ということで4切れになってんですね。この厚揚げですね、2切れで1つ分の大きさなので、カットされている面以外はですね、カリカリなんですよ。この時点で不用意にかぶるとですね、口の中やけどするぐらい揚げたてなんですよ。私厚揚げ大好きなんですけども、揚げたての厚揚げはですね、食べたの初めてかもしれません。自分で厚揚げを買うこともよくあるんですけども、その場合はですね、トースターで炙ってから食べるんですが、揚げたての厚揚げはですね、もうそれとは比べ物にならないぐらいですね、熱々でした。そしてこの肉味噌の味なんですけども、これがですね、甘辛い感じの味付けで、これだけでもご飯が進んじゃうっていう感じの味付けになっておりました。豆腐だけではなくてですね、例えばこんにゃくのおでんとか、そういうものにも合うんじゃないですかね。まあ他におかずがなくてもこれだけでご飯を食べられるというような、ご飯とすごく合う味でした。ということで、表面カリカリで熱々のこの厚揚げとこの肉味噌でですね、ご飯が進みまくりまして、当然おかわりもいたしまして、豆腐尽くしのお昼だったんですけどね、結構満腹になりましたね。こちらはですね、食後のデザートでございます。このぐらいの量がちょうどいいですよね。ちなみに白く見えてるのはですね、豆腐を使ってるとは思うんですけども、豆腐風味のレアチーズケーキって言ってたかな。確かにチーズっぽい味がいたしました。そしてたっぷりのカフェオレかカフェラテか忘れちゃいましたけど、これで食事を締めました。このお店、他にもいろいろメニューがありましたので、また機会があればですね、豆腐ステーキとか朴葉味噌、そっちの方も試してみたいなと思いました。ということで、今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。